일본의 어느 한 편의점, 오늘도 어김없이 진상 손님이 오죠. 오벤토니 오하시 오스케 이타시마스카? 아? 스케레요. 세나 이치이치. 크레크 에키타노가. 아리도 오하시다. 마도고시 고사이마스. 그래도 이젠 반말 정도는 참을 수 있습니다. 뭐 좀 라근이 왔다 오가 인자나이스카? 야 이야. 오레모 아가리마스카라. 벤토나 알아베토이테요. 새파랗게 어린 놈한테 한 소리 들어도 어쩔 수 없는 위치죠. 고 긴고자네인데. 아니 유텐노. 시미테요. 치마나라. 아니 어땠나 지지. 강도가 단호된 노인인 걸 보고는 잠깐 고민하다 할 수 있는 최악의 행동을 하죠. 그래야까라 뭐 아시 알아요. 민치와 사츠니 우르키나는스까? 도전데쇼 바치를 뜯듯한다가라. 소련이 미다데쇼. 이래서미. 돈은 월급에서 깐다고까지 하는데 야쿠자 문신 덕에 공범으로까지 몰리는 츠바사. 고이츠모 그르다ったりしてな. それって差別じゃねえの? ヤクザだよ ヤクザ だからそれ 손을 씻어도 가만 냅두질 않는 경찰을 걷어차버리죠. 弱きを助け強きをくじく命を捨ててでも義理人情を貫く本物の極道になりたかった. 344番 世話になった組を離れて一度は仇になろうと決心はしてみたがどこに行っても背中の彫り物が邪魔をしやがるという。 과거를 숨기고 평범하게 세상에 섞이려 하지만 몸에 남은 문신이 낙인처럼 야쿠자였단 사실을 숨길 수 없게 합니다. 결국은 마음을 바꾸. 나따라 이지데모 히카게와 아르이테띠아리오 혼몬니 나띠아리오. 기껏 도망치게 해줬더니 종착지에서 만나죠. 아시아라던 자네 너가. 아누카네 개바베스지마테요. 정말 고해가웠네요. 마찬가지로 야쿠자 생활을 했던 노인은 그냥 조직으로 돌아가라 조언하는데. 마가로 이만사로 누구누구 모도를까. 안토키노 레다. 본인의 부활하는 징표를 줍니다. 소마츠니와 사레니. 가족이 이네노가. 이네요 손나무. 한눈에 봐도 건강이 안 좋아도 먹여주고 재워주는 이곳 생활에 만족하는 노인. 우연히 출소 날이 노인의 마지막 날이 되죠. 아니께 어떤 외국으로산? 나라도 때문에요. 콤비니 대쇼다. 소가. 俺 しのぎも食いも持ってるんだ. 他当たってくれ. 손도 씻었는데 어쩌다 부하가 생겼네요. 바로 술집으로 가 편하게 놓는데. 아니 뭐 또 쉬었냐? 왜 그래? 여기 살았어? 다른 나라로 가라. 이 정도면 올 겁니다. 어려웠다나. 예상대로 바로 야쿠자들이 도착합니다. 그리고 이 사람은 상부로 올라가죠. 이나가 야쿠자가 남의 인자를 해서 그래! 조시코이든 자네 너 거라! 언난이 저보세대! 야쿠진 놈이 야기면 잘하는 것 같아! 히요시! 에이! 뭐 이까요? 에이! 아이츠라모 안타가 유소노 야쿠진とは 気づかなかったんだろう. 찾아간 술집은 다름 아닌 노인이 냉담았던 조직. 아이츠 코를 놓고서 신다노가. 見とってもらった例は十分させてもらうよ。例は結構です。
うちの組で働きてってことかい。自分はもう帰る場所がありませんから。그쪽 세계로의 복귀는 영감의 조직에서 하기로 합니다. 今日から この事務所を好きに使っていい. ただし条件がある. この金を 1ヶ月で 倍にしてくれ. 그런데 주 수입원이 老人相手に 闇金ってとこですか. それだけじゃねえ. 闇金で 破産させて このまま ここに ぶち込むってことですか. 여러 조례가 생겨 노인을 파산시킨 뒤 관리하는 부실 요양원으로 보내 정부 지원금을 가로채는 게 주 수입이죠. 요양원 상태는 그야말로 지옥입니다. 생활보고도가 연금이 안타의 가식이다. 아니 야떼노 다메 못오지나. 요코난데 추호사레네나. 손나 가족가 면회난카니 끄도모. 약자를 돕고 강자를 물리친다는 신념에 어긋나지만 이미 출소 날 어둠 속에서 걷기로 맘먹었죠. 빠세 보시마 분도라. 가시마사. 오바아짱 가시마사. 마도마타 가네가 필요한다는데. 나오라 결혼하는데. 이제 사교수 가야 되겠네가. 네. 오지자 한국 시랑카네. 입교는 어떠세요? 青いやつだよ。いいんだよ。ばあさん、ハンコどうしたんだよ。ちょっと락락한다싶으면바로요양원에넣어버립니다。よかった。マジ嬉しい。また会えて。やめね。お座敷がない時はこの店にいるんで。얼마전두들겨맞은야쿠자는여자의남자친구이기도하고。お前彼氏を連れていいのかい。私弱い男に興味ないんで。あんたは本物の男って感じ。진짜남자답단말에웃음이터뜨리죠。ゆうた、はい、あるごめん、お待たせ。돌아가신부모님을대신해혼자동생들을챙겨야하는여자。生前父があなたにお世話になったって聞きましたのでお礼だけ言おうと思いまして。연을끊었던노인의딸이그래도아버지를챙겨줘서고맙다는인사를하러오는데본인이지색하던아빠와같은야쿠자인걸알고대신술값을계산하고가버리죠。あなたたちのような人に恩は受けたくないんで。たくあいつのね女っすね。どうしたのよこんな散らかして。여자의엄마는중증치매입니다。시설에보낼돈도자리도없어집에서간병인을쓰고있는데。これどうしたの。明日新しいヘルパーさんお願いするから。폭행당한흔적이있죠。지금엄마상태로는얼른병원에서관리받는게좋지만이미섬은고령화로치매노인들이많아져순번까지언제올지모릅니다。そういえば先日認知症患者用のベッドを探してるっておっしゃってましたよね。八代先生のお知り合いなら。다행히변호사이자현직국회의원인요코의전남자친구가어떻게든자리를하나만듭니다。どうしたの。見せたいものがあるんだ。ここのベッドが。俺も高校時代요코のお母さんにお世話になったしさ。이제문제는돈입니다。하필또빈자리가개인실이라비용이만만치않은데。それぐらいの蓄えはあるよ。はい。海の頃は。세상이참좁죠。도망치듯자리를뜨는데。金必要なんじゃねえのかよ。俺らみたいな人間から恩を受けたくなかったんじゃねえのかよ。でも母のためだったら。手段なんか選んでられないのよ。사채쓴사람들의최후를알아마음이편치않은집앞에애까지있는것같죠。あの
おじさんお金くれたの？いいのよ。見合いはなしだから。またあの女の人と会ってるらしいじゃない。変な噂にでもなったらどうするの？ただの友達だよ。でも分かってるでしょ。分かってる。おい、聞こえねえのかよ。점점이런일을하는자기자신한테실증이납니다。何だよ、何だ。一人で簡単にできる仕事じゃないよ。クソだな、ご苦労様です。商売繁盛らしいじゃねえかよ。匂いが服に染みついちまう。국회의원하나가계속귀찮은조례를만들려해두목이직접마지막경고를하러찾아갔어난난데스카이따이가가데스카프로젝트의호화루콘시테하이こうやって暴力団と関わった既成事実を作られて新聞社内でも売られたらたまったもんじゃありませんから何やってんだてめえら じゃあ失礼します。실적도쌓을만큼쌓았으니두목한테다른업무를달라요청하는데とにかく今結果出せ。そうすれば何でも好きなことができるようになる。당분간은계속이짓을해야할것같죠。그와중에도망가려는노인을발견。うちじゃないから。야지산때라一緒にうち探しに行くか。ちっと部屋で休んでよ。ほら車で俺連れてってやっから。少し疲れたしね。의외로다정하게타일러데려갑니다。한편유코양만은지금아무나도아무나도아무나도가사나냐때아무나도ほら가사大丈夫だから가사もう가오게환경이바뀌니까공격성이더심해집니다그렇게며칠만에본할머니는맞아맞아약에취해정신도못차립니다그모습에충격받은아이들은엄마가할머니를버렸다는생각에가출을해버리는데そんなことしたら母ちゃん心配すんだろ。ばあちゃんは家にいたかったんだよ。てめえメンチ切ってんじゃねえぞ。상대가아니라고봐주지않죠。한편그시각엄마는아직요코한테마음이있습니다하야이요고가してるんだ高校の時なんで親父と戦わなかったのじゃやめてよそんな古い話そうだな母のこと本当に感謝してる일이쉽지않죠그때또아는얼굴이있는데何してるの返済日はまだ母さん面会行ってやれよガキども心配してんだよ偶然でも子供たちに近づかないでここにも二度と来ないで여자의말대로본인이좋은사람이아니란건알죠남자의조언대로병실로가보는데진짜한눈에봐도상태가안좋아보입니다안테자요오메뉴때もらっただけよ でもこんなにひどくなるなんておかしいわ じゃあ母さん帰るよいいお家に帰るの何してるのやっと落ち着いたのよこんなとこに置いとけないんでまた環境が変わったら辛いのは本人なのよどいて이제병원도못믿겠죠도망치듯간호사를뿌리치고나오는데미쳤다
もうやめてもらおうよ。早く死ぬなさい。兄貴、あれ。얼핏 봐도 대충 어떤 상황인지 알겠죠. 일단 전부 시설로 데려가고. 오늘부터 이 고미다메みたいな施設をまともな施設に変える. 본인 스타일대로 가기로 합니다. 그렇게 조직 허가도 받지 않고 감옥같은 시설을 전부 뜯어붙이기로 하죠. 어이, 저쪽이 아니다라. 어이, 지금 聞こえてんのかよ, 대메, 고네야로. 준사부장, 気をつけ. 하이. 하이じゃねえだろ, 고리코가요. 이제 조금씩 진짜 시설다운 모습으로 변해가고 노인들도 몸을 움직이면서 회기를 찾아갑니다. 기르마, 오지이자 아즈갓다 그래도 또 타스칸노요. 大丈夫だと思います. 시설은 입소문을 타면서 마을에서 인기가 많아지는데 중요한 문제가 있죠. 애초에 야쿠자들이 허술하게 지은 시설이라 조사가 나오면 줄줄이 위법 사항들이 나온다는 겁니다. 고치노 조사 도났더라. 나온다. 스테이션스. 最近利用者と結んだ賃貸契約書を見せていただけますか。警察でも出ない、そんなの見せられるかよ。国道が正義ぶるな。どこの野郎、あいつらの寝床をよ、議員さんたち用意してやれんのかよ。ここがどうなるの。調査次第だよ。 네, すごく良くなったの、ここに来てから。カエルの子はカエルってことか。ごめん、ヤクザの娘だけど私は変わったよ。ご近所さんまで呼んで派手にやりゃ目立ちもするわな。奴らが野垂れ死んでくの黙って見てるってことですか。 弱気を助け強気をくじくってが薬剤家の見過ぎだろ。おじぎ黙ってください。あの施設の連中な。あてよ。이번에 약점을 지어주고야 시설 유지를 허락받습니다. 이제 남은 건 조직이 알아서 하겠죠. 心配すんね。話しつけてきたからよ。 갑자기 태어난 미니차에 사고가 나는데. 受けたくないって言ってたのに結局あなたの世話になってる。ありがとう。감사 인사 받을 짓을 하지 않았던 걸 알아 심경이 복잡해. 아, 久しぶりだな. 悪いな. 今ちょっと忙しいからよ. 待てよ. 局防会に世話になってんだろ. あんたとうちの組が本当に切れてんのかって探り入れてきた。 원래 몸담았던 조직에서 지금 츠바사가 들어간 조직에서 뭔가 물을 끊는 것 같으니 조심하라 당부해주는 참가자. 아이つら施設続けさせるとか言って兄貴のこと跳ねたんすよ。助けて。アカネル짝사랑하고 있었죠. 兄貴。
結局は高齢者を路頭に迷わせただけかよ。あんたもこれやろ。あんたみたいな人間に弱者を救うことなんかできないんだよ。誰にもできないのかもしれないな。나름의정의감을갖고있던남자도치바사덕분에아무것도못하게됩니다아내로가스타일오직이노고분전에때이츠기대했던스가소도쿄가아때오무시레이가기다나또아무때했단다가라처음부터치바사의거짓말을눈치챘던두모どっから했단다아브네그러면병원못온자聞こえねえのかよおめえ。ここもう終わったんだよ。여긴집이아니라며도망가려던노인이이젠스스로시설을찾아오죠医療施設建設の落札業者は総合建設会社협박이성공해계획대로조직과관련된회사가의료시설건설권을따내려는데ここは俺ら局部会が保持した조직에문제를일으키려멋대로조직이름을팔면서소란을피우고絶対に生きてこっから出すんじゃねえぞおい親父に連絡しますかあの野郎とっ捕まえるのが先だやだ俺そそほらこけよな俺がぶっ壊してやるよ極暴会舐めてんじゃねえぞ이정도소란이면건설권과관련해경찰조사가이루어지겠죠두두목이현장에서잡히도록잡아주던사람ちょっと通りがかったもんで、何やる？おい！待ってこい！ガキはどうしたそれが逃げたみたいでサチを先に捕まえろはい이름만큼치바사를잡아죽이라고운영하지그나마다행인건치바사가몸담았던조직의동료가미리도망칠준비를해놨습니다リクルはサチが封鎖してるしばらくここで隠れてろあ、悪いなおい、出せうん、ちょっとあれ行けちょっと待ってくれよ茜さん俺がいてやんねえと俺みてえなバカがいてやった方が気紛れんじゃねえからおい時間ねえぞ急げ頼むよちょっと待ってくれどうする気だよ仕方ねえだろ子分がそう言ってんだからよおいこの貸し返すまで死ぬんじゃねえぞバカ野郎이판사판으로어떻게되든사면을받으려고やっぱ船で逃げればよかったから殺すぞめこれそうだこっちこっち약속이라도한듯다들모여있습니다どうしてあんなことしたの水くれ何すんだよ調子に乗って心配かけてんじゃねえよ母さんが急にいなくなって探したらここにえ認知症患者は認知する範囲が狭いんだこいつらみんな探してた自分の家がやっと見つかったんだもう一回同じことできねえかな
いいよな、おめえらバカで。どうしてんの？이장소를계속쓰려면어떤식으로든결론이나야죠どこ行くの？ダメだよ。てめえらの写真組に言ったのは俺だ。探してんだろ俺のこと。一人いたな。あの野郎、まくれやがって。最後に覚悟はできてんだろうな。どいてろこれ。何しに来やがったこの野郎。まだ懲りないんですか。告訴するつもりです。など。傷害や暴行罪が加わったら10年じゃ済まされませんよ。やめろ。辞表を出してきました。議員とか家柄とかそんなものにこだわらなきゃ怖いものなんかないんだ。의원신분이면이것저것약점잡을게많지만평범한변호사라면얘기가달라지どうすんだよ。戦うだけだよ、いつも。途中で諦めてきたからな。おちょっと、おい待てよ。どこ行くんだよ。うるせえっつんだ今。どこ行くんだ。あんたがいないって施設は大騒ぎだ。まあ、俺が弁護してやるよ。施設にはあんたが必要なんだよ。陽子にもな。バカかてめえは。幸せにできるのは俺なんかじゃねえよ。やべ。おい。おい。すいません、通してください。痛い痛い。大丈夫ですか。痛い。大丈夫ですか。ちょっとホーム確認します。ホーム。弱きを助け強きをくじく。俺はそんな本物の極道に。本物？動きはないんだよ。요즘눈이침침해서전체적으로자막크기좀키워봤습니다. 그럼 또 재밌는 영상을 들고 오겠습니다. 안녕. In my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxiety is infectious I feel so